い、お疲れ。お疲れ様です。もうちょっとかかりそう。そうっすね、あと1時間ぐらいは。ああそう、まあかりそばじゃないかな。そうっすね、俺だったらな、30分ぐらいで終わるんだけどな。まあでも頑張った。ちょっと、うん、ありがとうございます。これも差し入れ、これ。あ、はい、ああ、お疲れ。ありがとうございます。お疲れ様です。プレゼンあるじゃん。そうっす、ね、プレゼンあるじゃん。ほら、ゴミ拾いのプレゼンだからさ。ああ。ゴミもちゃんと捨てないとなと思って。だからそうっすね。あのオフィスのゴミ捨てといたから、あれ。ああ、ありがとうございます。ああ。待って、予定あってさ、どうしたの。いや、本当は、カリスマの俺が作った方がいいんだろうけど。ちょっと予定あって。予定って何あるんですか。まあ、大した予定じゃないんだけど。ちょっと会議があって。会議のとこ行くらしいっけ。うん、ちょっとメキシコのさ貿易関係の人とちょっと会議だから時差。ああ、はい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 。時差のせいでいろいろ大変なんだよ、やっぱな。朝早くやったり、朝ぐらいやったり。ネミがネミが、ああ、ごめん。いつも何時間寝てるんですか。寝る時間？はい。9時間半。俺より寝てる。俺より寝てるじゃん。はい、あ、9時間半も寝てるんですね。9時間寝てる。あ、そう。それでもやっぱ大変ですもんね。メキシコ！ゴリ押しか。メキシコ久しぶり。あれ、カリスマだな。先輩って日本語以外喋りましたっけ？グラシアス。嘘だ。嘘でしょ。もらっていいかな。どうぞ。いいですよ。持ってってください。いやー、今日上がるよ。お疲れ様でした。うえ。かカリスマだな。まだいるな。まだいる。帰らねえかな。いつまでも。入るぞ。帰った。クソ上司。何がカリスマだよ。